中区は、広島市を構成する八つの行政区の一つ。1980年4月1日に、広島市の政令指定都市以降と同時に設置された。行政的に、広島市の中枢部のみならず、広島県、中国地方、中四国地方全体の中枢部でもある。広島城周辺の元町、城八町堀には、国の合同庁舎、県庁、県警本部、裁判所など、 広域を管轄する行政、司法機能が集積する。その南側の神谷町、八丁堀エリアは中四国地方有数の繁華街として知られ、都市銀行、地方銀行、証券会社などの金融機関、企業の支店も多くある。また、白島地区はオフィスビルが多数立ち並ぶ。大手町は世界遺産、原爆ドームや広島市役所などがある。 大ね国土2号線より南の船入り、エバ、吉島、千田町あたりは住宅地として多くの住宅が立ち並ぶ。エバ沖町や南吉島の湾岸地区は工業地区、純工業地区として工場も多くある。1930年頃の広島市地図、中央の大きな島とその左の二つの島が現在の中区に相当、吉島、エバの沖合と、 南区の出島はまだ埋め立てられていない。広島市内を南流してきた大高和下流、デルタ地帯を占める。エバサラ山、エバ山周辺を除くとほとんど平坦だが橋梁が多く存在する。サスを埋め立てにより拡大し、地図上では三つの島により構成される。山地河川町名人口の変遷東は、京橋川を境に、東区、南区、西は、天馬川を境に、 西区と接する。南は広島湾に面している。区域の全域が三角州上にあり、他の区との陸地上における境界線を持たない。これは大阪市、大正区も同様である。戦国時代役所建成機関、国政機関郵便番号は以下の通りとなっている。日本銀行広島支店金座街本通り農業、中区内の農家数は3個で、 農地面積も極めて少なくなっている。水産業旧大田川下流の江場地区では、柿の養殖が盛んであり、柿イカダも多く設置されている。工業臨海部の埋め立て地には、三菱重工業などの工場が立地する。商業区中央部を東西に平和踊りが縦断し、これより、北は商業地区として多くの商業施設や企業が存在している。また、 アイオ通りより、北は観光庁も多い。また中四国の営業拠点も多く置かれ、都市銀行などの金融機関の支店や、関東や関西に本社を置く企業も多くは、中区に支社を置いている。通勤、通学者も多く、昼間人口が夜間人口を上回っている。以下に記載する商業施設は大規模で、広域集客力のあるものに限定し、 店舗の大まかな説明も記載している。百貨店は、サテライト店舗でないもの、ショッピングセンターは、原則1万平方メートル以上としている。ただし、施設が集積しているなどしている場合は、例外的に掲載している場合もある。カテゴリー、広島市中区の企業も参照。本社を置く、企業拠点を持つ、企業新聞社放送局電力上下水道を。 電信公立私立公立私立公立私立新白島駅本通り駅広島バスセンター広島高速3号線吉島出入口新観音京元町の広島バスセンターには多くの郊外路線高速バスが乗り入れているバス乗り場も参照また市内の路線の多くは神谷町八丁堀を経由している路線バス高速道路 国道県道指導橋梁港湾広島市の文化財、有形文化財、建造物、広島市の文化財記念物、史跡、広島市の文化財記念物、名称、広島市の文化財記念物、天然記念物、広島市の文化財登録文化財より、広島市統計書による、広島宝塚会館再開発計画の概要、港アシス広島、 中国地方整備局港湾空港部2013年1月1日閲覧ありがとうございます。